じゃあ減らしていくにはどうしたらいいかなっていう話なんですけど、私が減らした方法をいくつかご紹介しようかなと思います。まずはですね、1週間だけ完全に砂糖を断ってみるんです。これはですね、砂糖を断つことが目的ではなくって、日常生活でどれくらい自分が砂糖を取ってるかっていうのを認識するというまず初めの一歩になります。やっぱり普段から慢性的に無意識に砂糖を取ってることが多いと思うので、1週間だけちょっと頑張ってやめてみるっていうことで、手に取ってたものが実は砂糖が入ってたとか、口に入れてたものが実は砂糖が入ってたとか気づくことがあるんですね。なんでまずは最初にそれをすることをお勧めします。私はもともとですね、藤原博信さんっていう方の健康のすすめだったかなっていうサイトで、その白砂糖の中毒性っていうのを知って、で本当か嘘か分かんないじゃんそんなの。だから1週間抜いてみたんですよ。でそしたら3日目4日目ぐらいで禁断症状ですね、イライラしたりとかだるくなったりとか、もう砂糖が欲しいみたいな症状が出て、5日目6日目でなんかそれがないだ、こう砂糖なくても平気かもって思って、ちょっとなんかね砂糖の中毒性っていうのを体感したんですよね。で1週間経ってもう一回砂糖を食べたら、もうずっと頭の中が砂糖でいっぱいで、なんかそれで怖くなって砂糖をやめようっていう意識に変わったんですよ。なんでまずは最初自分の意識の変化のためにも1週間だけでいいんで抜いてみてください。で一つだけ注意点があって、低血糖症を持っている人だけはやめてください。急にやめると倒れたりします。低血糖症の人たちはまずはブドウ糖、果糖液糖とかそういう液糖類だったりとか、甘味料とかそういうちょっと不自然なものだけ先にやめてみるっていうのをおすすめします。はい。で、1週間砂糖をやめてみた後に、例えばいつもチョコレート食べてたんだけど、ドライフルーツに変えてみるとか、いつもコカ・コーラとかそういうのを飲んでたんだけど果物のジュースに変えてみるとか、今は炭酸入りの 100% の果物のジュースとかもあるのでちょっとそっちに変えてみるとか、そういう風に、なるべく人工的なものから自然なものに代替していくっていうのをおすすめします。急にやめてしまうとやっぱストレスが溜まってリバウンドしちゃうので、少しずつ少しずつやってみてください。で2つ目、お肉をやめるですね、控えてみるです。これはこの前久しぶりに砂糖断食した時に体感したんですけど、お肉を食べるとすごく砂糖が欲しくなります。でこれは若杉ばあちゃんの食用でも証明されていて、食用っていうのは陰と陽っていうね、こう2つのエネルギーが全ての物質にこう備わってるっていう考えなんですけど、砂糖は陰性、お肉は陽性なんですね。なんで引き合っちゃうので、引き合って中陽って真ん中になればいいんだけど、砂糖は血液を壊す食材でしょ。で動物性食品は食べ過ぎると腸内環境悪化させるでしょ。だからこのシーソーをずっと続けてるとどんどん体が壊れていっちゃうんですね。なのでお砂糖を断ちたい方、がっつり断ちたい方はお肉も一緒にやめていくとやめやすいです。ストレスなくやめやすいかなと思います。まあ、ただストレス溜まったりとかするのが一番良くないし、食べることって私も大好きで、好きなものとかもあると思うので、今本当にがんとかそういう内臓疾患とか何かすごく大きな病気を抱えてて日常生活困ってるっていう方以外はゆっくりやめていってください。もしそういう内臓疾患とかで困ってる人あったら本当にやめた方がいい。お砂糖、あと肉の過食おすすめしないです。本当にこれはいろんなね医師がですね臨床結果として言ってます。はい。で3つ目、これはできる人だけでいいです。もし自炊してる人でできる方がいらっしゃれば土鍋ご飯に変えてみてください。土鍋料理ですね。土鍋は遠赤外線でじっくり食材を温めることによって食材の持つ自然な甘さを引き出すのが得意なんですね。でその自然な甘さ、中陽の甘さっていうのを味覚に覚えさせることで甘いものが食べれなくなってきます。でストレスなくやめれます。
私はその砂糖をやめようって思ってからもう5年ぐらい経ってるのかな。もう2年ぐらい前からコンビニスイーツだったり、こう市販で売ってるお菓子だったりとかジュースだったりとか、そういうのはもう甘すぎて飲めません。スタバとかそういうのも飲めなくなった。でもちろん私も心の栄養としてたまにね、好きやから甘いものは今でも食べます。食べるけど選ぶようになりました。より甘さが控えているもの、より自然に近いものっていうのを好むようになりました。なので今はストレスなく甘いものをやめることができています。このストレスなくっていうのがすごい大事なので、ぜひこのビデオを見てくださってる皆さんも少しずつ少しずつ、どうやったら自分がストレスなく日常の生活を変えれるかっていうのを試してみてください。この砂糖を抜くって多分食生活を変えるより楽だと思うんですよ。食事の中に入ってる砂糖は仕方ないにしても、普段慢性的に食べてしまっているお菓子や飲み物っていうのをやめるだけなので、お金もかからんし体にもいいっていう、もう一番おすすめの健康法になります。で私は、減らすことによって、いくつか体の変化があって、まず喉が腫れなくなりました。扁桃腺を持ってたんだけど、ずっと喉が腫れる機会が全くなくなりました。で時々なんか飲みたくなって梅ジュースとか自分で作ったのを飲むと瞬時に喉が腫れるので、私の喉の腫れっていうのは砂糖の影響で出てただけなんだなってことに気づきました。あとはちっちゃい頃お口ポカーンってしてて、寝てる時とかすごいよだれ垂れてたの。だからこうバッテンってさテープして寝てたんやけど、お砂糖をやめてからそういうお口ポカンってなったりとかよだれが垂れるってことはなくなりました。まあ、食用の世界ではこのお口ポカンっていうのは口の周りの細胞が砂糖で緩んでしまうことで起こると言われていて、まあ、よだれとかもねそれに合わせて出てきちゃうっていうね、そういうことが言われています。であとは朝起きた時の口の中のネバネバがなくなりました。なんか私小学校ぐらいから朝起きた時すごい口の中が気持ち悪くて、毎朝歯磨きを最初にしないと気が済まなかったんですよ。なんだけど最近気づいたんですが、もう口の中の嫌ななんかネバネバっていうのがなくなったんですよね。でたまに砂糖を夜中食べて寝る、歯磨きはもちろんしますけど、砂糖を摂取した次の日とかは口の中がすごく気持ち悪い感じで起きたりもします。なので口内環境が悪い人も砂糖をぜひやめてみてください。もちろん体はねもっと元気になったとか風邪ひかなくなったとかそういう変化はいろいろあるんですけど、結構大きな変化として現れてたのはこんな感じかな。うちの彼は肌荒れが減りましたね。うちの彼はもう幼少期から毎日すごい量のコーラとかいう炭酸飲料を飲むし、アイスもたくさん食べるし、チョコレート菓子をねこう1枚全部食べれちゃうみたいな人だったんですけど、3年かけて少しずつ砂糖量を減らしていくことで肌荒れがねすごいニキビだったんですけど、だいぶマシになりました。なのでそうそう、砂糖のさ害のところで言うの忘れちゃったんだけど、体の老化とかそういう皮膚の荒れとか、あとはこう頬がたるんでくるとか、そういうやっぱ美容的なところにも砂糖って関わってくるんですよね。なのでずっと綺麗でいたい人は砂糖をちょっと控えていくっていうのをおすすめします。まあいろいろあるんですけどね、砂糖の害これくらいにしとこうかな。じゃあすぐにはやめられない時どうしたらいいかなっていうと、いくつかお砂糖の代わりのものがあるので最後それをね少し紹介して終わりたいなと思います。まあ、皆さんご存知の蜂蜜とか代表的なものありますよね。蜂蜜はですね、安価なものは砂糖水とかを吸わせてるものがやっぱりあるので、もし取るんだったら非加熱蜂蜜がおすすめです。でこれ紅茶屋さんに聞いたことがあるんですけど、ヨーロッパは非加熱の蜂蜜しか蜂蜜として認められてないので判断が難しい場合はヨーロッパ産の蜂蜜を選ぶことをおすすめしてます。ハワイとかもね生蜂蜜しかなかったかな。なので私海外旅行行くときに結構蜂蜜を買ってきてもらったりとか、自分でも蜂蜜を買ってお土産にすることも多いです。まあ、蜂蜜は1歳未満のお子さんには与えないでください。であとはメープルシロップですね。メープルシロップは砂糖カエデの木から取れる樹液ですけど、
ど、それもまだ血糖値の上昇と下降が緩やかな方と言われてたりもします。私はどうしても紅茶に砂糖を入れたい時にたまにメープルシロップを使ってます。あと米飴ですね。米飴もまだ自然かな、お料理に使ったりとか。お料理つながりだとやっぱりみりんですね。発酵調味料とか、あのみりん風調味料ではなくって、昔ながらの伝統の製法で作られたみりんだと体に負担を起こしづらいのでおすすめです。煮切りみりんといって、みりんを火にかけてアルコール分を飛ばしたものっていうのがすごく甘いんですけど、まあ、それを砂糖の代わりにごま油に使ったりとか、お菓子に使ったりとか、そういう使い方ができます。まあ、あとはアガベとかラカンカとか、まあ、ココナッツシュガーとかいろいろあると思うんですけど、まあ私は蜂蜜とかメープルシロップとかみりんとかがおすすめかな。特にアガベはちょっと腎臓病かなんかの人は取っちゃいけないとかいろいろあったんで、私はあんまりおすすめはしてないです。であと甘酒、最近すごく流行ってると思うんですけど、甘酒もやっぱり不自然なほど米の甘さを引き出しているので、砂糖を取るよりはマシだけど、別に甘酒は健康飲料ではないっておばあちゃんは言ってます。まあ私がマクロビオティックの料理人してた時に砂糖の代わりにちょっと炒め物に使うとかそういうことはしてましたけど、まあ健康食品ではないって思って使った方がいいかなって感じです。砂糖の一種ですね。そんな感じかな。で、最後にちょっとだけ、果物も一応その砂糖を食べるよりは全然いいんですけど、やっぱり体を冷やしやすいんですね。で特にバナナとか、マンゴーとかキウイとか、そういう南国のフルーツっていうのは日本の気候に合っていないので、真夏以外は私はおすすめしないです。リンゴとかみかんとかの柑橘系とか梨類は、そこまで体を冷やさないので、まあ、たまに食べる分には全然いいと思いますし、おみかんって丸ごとあの七輪とかで焼いて食べると風邪薬になったりもするので、まあ、昔から日本で食べられてきた果物だったらまだたまにのデザートっていうのでいいんじゃないかなと思います。で果物のジュースももちろんその清涼飲料水よりもマシやけど、正直、例えば一杯にリンゴ3つ分とか2個分が入ってるわけじゃないですか。これ自然に食べようと思ったら無理な量が入ってるわけで、過剰摂取っていうのをしてしまうので、たまにたしなむ程度にね、楽しみとしてジュースを飲むっていうのをおすすめやけど、健康にいいからって飲むのはちょっと違うっていうのを覚えておいてください。まあとにかくね、甘いものって本当に美味しいし、人間ってやっぱ糖っていうのが一番ねエネルギー代謝がよくって求めてしまうので、本能的に欲しいと思っちゃうので、なかなか抜きづらいと思うんですけど、本気で体質改善したいなって思う方、もしくはお子さんがね将来体元気に育ってほしいなって願ってる方がいたら、ちょっと心を鬼にして糖類を減らしていくっていうのをやってみてください。で日常生活で糖類を減らすと、時々ご褒美で食べた甘いものがめちゃくちゃ美味しくなります。そういう意味でも心の豊かさにつながっていくんでです。はい、なんか今日も多分長くなっちゃったんですけど、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ラフに話したいのに伝えたいことがありすぎてついつい長くなっちゃうんですけど、大事なお話なので、心に留めといてもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。よかったらチャンネル登録だったりいいねだったり、コメントでご質問やご感想いただけると嬉しいです。いつかこう皆さんで砂糖抜き1週間やろうぜみたいな企画とか立てたいなと思ってるんですけど、ぜひ抜いてみて体調の変化があったよっていう方はコメント欄に書いてもらえると私が喜んで返信しに行きます。ちょっと頑張ってみましょう。ということで今日はお砂糖のお話でした。絶対悪だと思ってないんで、ケーキとかさ、皆さんに幸せを運ぶお仕事してる人すごいと思うし、やっぱ遭難した時とかはさ、砂糖ってすぐにねエネルギー代謝になって命を
救うものでもあるし、全てが悪いとは全く思ってないんですけど、ちょっと現代人取りすぎなので減らしましょうというお話でした。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。